はい、こんにちは、モンペです。今回はマイ趣味さんで、オリジナルマグカップですね、ちょっと作ってみる光景ですね。まだ注文等々はしないんですけれども、検討でデザイン等々ですねしてみて、まあグッズみたいなものを作れるかどうかですね、検討してみたいと思います。まあ王道ですね、マグカップ王道です。こちらの品をですね作れるかどうかですね、検討してみたいと思います。まずは一番シンプルなやつですね。デザインをすると1個1058円ですね。5月11日発送、今からですと5月11日発送ってなってましたね。今日は5月6日木曜日の夜ということですね。でまあこちらの、入ってまあいろいろちょっと今まで貯めた絵をですねちょっとつけてみたいと思います。さてどれにしようかな。まあまずはですね、パブリック権とかですね、そういった著作権とかに引っかからない、まあモンペイさんのイラスト、モンペさんですね、今映っているこの足軽ですね、武士さんのようなあのイラストをですねちょっと乗っけてみたいと思います。ちょっとねこちらは幅 9.3cm、 あ縦ですね 9.3cm と横 20cm ですかね、その枠があるのでちょっと3つぐらいイラスト入れてみたいと思います。まあ一つ目はですね、ポチポチっていうのは一口話とかでいう用語ですね。ちょっと出資してみたよみたいな感じですね。まあで見たですね、まあお馬さん関係のイラストなんですよね。一口話をやってたらまあ知ってるような言葉ですかね、ポチ。まあで感染したよ見たよっていうのと、お馬ちゃん勝ったよっていうのでね、まあちょっと見た、あポチ見た勝ったですね。まあカイサルシーザーが言った来た見た勝ったに合わせてポチ見た勝ったっていうのをちょっと作ってみようかなと思います。イラストの配置が決まったら、画面右上のデザインを確認するっていうボタンを押すと、まあデザインの詳細とか完成イメージっていう形で、まあ 3D でですね、まあぐるぐる回ったカップの表面に先ほどデザインしたイラストが貼り付けられているっていうシミュレーションを見ることができました。これいいですよね、ちょっと購買欲ちょっとそそられますよね。いやくるくる回ってるのずっと見ちゃいます。もちろんねこのくるくる回ってるの見てるだけじゃなくて、マウスのポイント当てるともう365度くるくる回転させてイメージをもっと掴むことができます。まあねどうしようかね、1個1058円ですね。で、10個を超えると1個884円になるみたいですね。で1万円を超えると送料が無料なので、ちょっと1万円を超えるところまで持っていくと12個まで選ぶ、まあ12個、1万円とちょっとで12個ですねまで注文することができます。ちょっとグッズの予算としてはとりあえず1万円前後っていうのを考えているので、これぐらいかななんて思いますね。12個まあ自分用あるとして11個売れるかな、どうしようかなっていうことですね。まあ12個、まあ11個ですね、10個ぐらい売れたいな売りたいなと思ったりもします。まああとねこれイラストだけじゃなくてテキストですね、文字を入れることができます。こちらですね、まあ文字の形っていうのはあらかじめ決まっているんですけれども、テキストっていうボタンを押すとまあそのテキストがですね入れれるデザインができるっていうようになってます。まあポチっていうところがポチが分かりにくいなっていうので出会いなんてね入れたり、まああとは出資とかでもいいかもしれないですね、出資とか出会いとか入れてみようかななんていうデザインできますね。まあ見たはどうしようかな、感染かな、感染がいいかな、うん感染にしようかなっていうところですね。出会い感染、まあね出資感染っていう方がなんかいいかもしれないですね。で勝ったはまあ勝利ですかね、勝利っていうものでちょっと書いてみたいかなって思いますね。勝利、うん出会い感染勝利ですね。まあ出資感染勝利の方がなんか語呂がいいかな、わかんないけどどうだろうねっていうところですね。まあでもねちょっと一旦つけてみて、でさっきのですねデザインを確認するっていうところを見て、いややっぱり文字がなくてイラストだけでいいやってことになれば消せばいいという形になります。いろいろね、いやもう3つもいらないよポイント、イラストは1つだけでいいよみたいなですね気持ちになればもう1個だけのイラストにしちゃうっていうことですね。ちょっと文字がつけるとやぼったいかなこの場合、うんっていうので消しちゃったりすることも可能です。まあ別にこれ案件っていうわけでもなく、案件来るようなものでもなくですね、ちょっと自分なりにまあイラスト描いてるんであれば何かものを作って売ってみたいな
っていうようなところでですね、ちょっと今試行錯誤をしているところです。マグカップ以外にもボールペンとかですね、タオルとか、缶バッジとかですね、スマホケースとかいろいろ作れるようなんですよね。ちょこちょこっとですね、頑張っていいものを作れたらですね、作っていこうかなと思います。だいたい予算は1万円ですね。ただボールペンとかですね、一個一個は安いんですけれども、100本作らなきゃいけないから2万円かかったりするんですよね。その辺どうしようかなっていうところになってます。まあね、ちょっと実は自分だけが使う予定でですね、アイバエングレーバーのグッズをですね、一応1個ずつ作ってみました。もちろん販売とかはしません。キャロットさんの許可とか取ってないのでね、自分自身だけが楽しむ使うためのものです。販売とか使うわけではないです。まあそれのちょっと完成品を見てみてですね、ちょっと自分のグッズどうするのか決めたいと思います。まあね、なんか完成品だけ見ればイングレーバーのグッズとしては、グッズっていうか自分が使う分にしてはなんかいい感じだったので、実際にどういうものが来るのかっていうのですね、一応5月11日出荷予定ということなので、来たらですね、実際の実物っていうのはお見せしたいと思います。はい。マグカップとボトル缶ですね。缶のボトル 300ml くらい入る、蓋が閉めれるボトルですね。ちょっと家で使うよ、外に出かけた時に使うよみたいな感じで2つ作ってみました。送料は、2つだけだと1万円超えないので、770円余分にかかって、だいたい全部で3100円ぐらいです。だからね、とりあえず2つ注文をしてみました。どうでしょうね。ちょっとドキドキです。もしよかったら、また見てくださいね。またね。